今からですね、詐欺亭というところに夜ご飯を食べに行きます。お、タヌキ見える。え、映った今。あ、映らんかったわ、これ映らんかった。島のお母さん的な、まあ、勝子さんっていうすごいお世話になった、お世話をしてくれる人お世話してくれてる勝子さんがご飯を作ってくれている、それを食べに行きます。詐欺亭は唯一のゲストハウスなのかな、島の唯一か。まだあの僕らがいじっている古民家で寝泊まりできなかった時はその勝子さんのところに泊まって家に通って作業して詐欺亭で寝るっていうのをやってました。うまいよね。めっちゃうまい。だけどいつも楽しみだね。ということで初かもしれない、ご飯風景動画撮るの。そうだよね。うん。ということでまた回します。はい、寝起きじゃった。もうこれ使います。ね、使わんでも。うわ、見てください、こちら。これが、カツコ飯。うまそうすぎ。あ、もう、あ、待って。切れよ。ちなみに、俺、始めましたよね。じゃあ、ちょっと一旦。あ、これ動画、え、大丈夫ですか？じゃあ、止めます。貼り付けるあのハートみたいな。あれ、カツコさんですか？これで私を書いてくれたんかな。美味しかったね。美味しかったです。まだある、もうちょっとあるけど。ワインも。今日、初めましての佐野ちゃんがここにいるんですけど、顔出し NG ということで、最近移住してきたよね。え、うん、あの、なんか声出してもらって。え、声はいい？あ、そうです、そうですね。1年経ってないぐらい。経ってない。経ってない。5月の頭が3ヶ月。え、9月の頭ってことは3ヶ月ぐらいか。そうよ。ええー、新人じゃん。そう。新人。可愛い娘が出たね。うん。ね、ね、お世話になってます。カツコさんは連れてますか。カズさんも何回も。何回も出てくださってるんで、もう勝手にもう許可取らずに回してます。カズさんもずっとんじゃん。カズさんもずっと。これちょっと。ここで切れたの？うん、そこでちょうど切れたわけ。いい感じ。ちょっと今日のメニュー聞いてもいい？ちょっと食べきっちゃうんです。食べきっちゃったんですけど。これがアスパラでしたね。アスパラ。素敵な色だったよね。あ、でも写真は写真撮ってるんで差し込んでおきます。あ、ここに出しますみたいな。うん、真ん中にここに、はい、編集の力で、うん、アスパラは詐欺島のアスパラっすよね。そうですね。それこそ佐野ちゃんが、うん、バイトで働いてる B 品をタダでもらってあ、すごい言っちゃいけんのか。あんまりしっかり密漁したら怒られる。あ、そうなのピー入れとこうか。いや、でも美味しかったです。ありがとう。また持ってきます。これが、ビール煮。ビール煮なんじゃん。バリうまかった。いい子使ってた。多分、俺バリ、見て、バリ食っとるよ。俺と、マキちゃんがほぼ。サンちゃんこれ。一本かよ。何本食っとんっていうね。はい。美味しかったね。と、これが最後に、カツコの炒め。うん、美味しかった。もうちょっと残ってるんですけど、それは僕が最後いただきます。と、いつものワインで。そうですね。どうだった？ちょっと顔出し NG。いや、ほんまに無理。顔出し NG。今からモザイク入れろ。ありのまま投稿しとん。編集するよ。がっつり。そうだね。ありのまま。美味しかったね。美味しかった。ちょっとみんなで来たいよね。ここでご飯食べたり、その、宿泊するってなると、もちろん要予約ですよね。ですね。はい。ちょっと概要欄の方にリンク貼っときますんで。
詐欺島に来られる方はぜひそちらから予約を。よろしく、これ、うん、はい。ちょっと。入ります。美味しいよね。美味しい、チャ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 料理めっちゃチャ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 。俺夜の公園に好きな女の子を呼び出して母性本能をくすぐるような告白をして、まあ結果ごちそうさまでした。付き合うと思うわ。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。そうそう、いつもありがとうございます。ちょっとまた友達いっぱい連れてきます。待ってます。じゃあ待ってます。え、締めの、いつもの締めのやつやって。何なんいつもんだって出した伸びていいね、まきちゃん。